到着しました。いいだろ。ちょっと声が出ないですけど着きました。なんか封筒もらってね、こんな感じでなんか一応ねあるんですけど、ちょっとざーっと読みたいと思います。もう2月10日なのか。いくつだこれ、98、全然あるじゃん。87、脈拍87の酸素98なんで全然元気ですしか、ちょっと喉が痛いだけで。ということで軽くせっかく来たんでルームツアーでもしようかね。ちょっと紹介します。普通のビジネスホテルなんだけど、日本のホテルって感じ。普通になんか入ったら鏡あってテレビあってベッドあって、狭いこんな感じ。外見えるかな。うわー、よりによって雪が降ってる。めっちゃ雪降ってる。きゃー、積もるかな。水もうこんな感じあって、なくなったら多分てかくれるんですけど、廊下に置いてあったから。はい。でまあ冷蔵庫はさっき見たけど、さっき何もなかった、何も入ってない。まあ使わないしいいか。あと何、普通にこうもっと使わないねでこっちが普通にお手洗いと、下にあの何これドライ着とタオルと小さい歯ブラシとか何個かあって、こんな感じで。お風呂、いやーお風呂、なんか家行ってさお風呂自由に入れなかったからめっちゃ嬉しい。ちょっとすぐ入ろう。お昼ご飯今2時なんだけど、お昼ご飯もらったんで食べます。ザルのあれかな、航空機内食っぽいですね。ではこんな感じです。他魚のちらし寿司的な感じです。と、なんだろうこれ、わらび餅かな。はい、いただきます。PCR した日が月曜日だったんで、6日ですか、7日、そうですね、8にかくあれだったんで、はいはい、2回とも接種してますね。日付、夜ご飯です。なんか夜普通のお弁当だ。でも外に電子レンジあって、電子レンジで温めてきたからちょっとあったかい。うん、おはようございます。初の朝ごはんだけど、めちゃめちゃ朝から重すぎね。こんなにご飯食べれないんだけどなっていう。まあ食べれる分だけ食べます。おいー、2日目の昼ご飯です。なんかあんまり食べたくない家から持ってきた唯一の味噌汁、インスタント味噌汁です。
はい、いただきます。はい、3日目、あ、3日目じゃないや、2日目の夜ご飯です。なんか そろそろ米が嫌になってきた。私めちゃめちゃ小麦粉好きだからさ、ちょっとね小麦粉食べたい。で、メニュー、照り焼きハンバーグ弁当です。いただきます。はい、おはようございます。3日目の朝ごはんです。ご飯多すぎでは何これ、紅鮭、お、銀鮭塩焼き弁当、鮭となんか、なんだろう、なんかと煮物とナムルが入ってます。ちょっと食べきれなさそうです多すぎる朝から。3日目のお昼ご飯です。これはね、電話しないとくれないんですけど、きゃー、昨日の夜ご飯もなんかこんな感じだったよね。まあいっか、米がねマジで多すぎ、まあ、男の人もいるからかもしんないけど、全部ちょっと食べきれなくてすみません。はい、いただきます。で、3日目の夜ご飯夜ご飯でーす。と、生配信中。はい。4日目の朝ごはんでーす。ついにパンですよ、皆さん。パンと、なんだ、ジャムも入ってて、朝から揚げ物と、あと卵といつものパスタが入ってる。パン見つけた瞬間、嬉しすぎてね、走って取りに行ったとりあえず、はい、いただきます。はい、ということで4日目のお昼ご飯は天丼ですね。何入ってるんだろう、鶏肉と、なんだろう、わかんないけど、とりあえず天丼です。はい、いただきます。4日目の夜ご飯です。はい、なんか揚げ物が多いですね。昨日夜唐揚げだったけど、今日はとんかつとなんかひじき乗ってるやつです。はい、あとレンコン。ということで、いただきます。はい、5日目の朝ごはんです。もう5日目かっていう、早い、あと残り2日ぐらいかな、なんですけど、白ご飯に納豆と、なんだ、魚と煮物です。これなんだろう、ちょっとわかんないけど、いただきます。ということで、5日目の昼ご飯です。お昼ご飯いつも丼なんだねっていう、今気づいたけど鶏そぼろ丼、そぼろとなんか鶏肉と卵とあります。はい、いただきます。はい、5日目の夜ご飯です。ハンバーグ弁当と、なんだろう、なんか揚げ物と恒例のパスタが敷いてあります。にしても米が多いな。はい、ということで5日目の夜ご飯いただきます。はい、おはようございます。6日目の朝ご飯です。なんと今日もパンがあって温めてきました。あとなんかパイナップルとか入ってます。で、いつものパスタとジャムです。いただきます。
ということで6日目のお昼ご飯です。普通にご飯、いつものご飯とあのハンバーグ何回出てくるんだろうっていうぐらいハンバーグ出てくるんですけど、もう4回目ぐらいかな。あと卵なんか、はい、ということでいただきます。6日目の夜ご飯です。ついに最後の夜ご飯ですね。はい、1週間長いようでなんか過ぎるたっという間でしたということで最後の夜ご飯もいただきます。はい、ということで1週間ここでホテルで隔離してたんですけど、今日ね、やっと退社の日です。借りてたものとか、なんかルームキーとか返しに行かなきゃいけないんで、まあ、返しに行ってハンバーガー食べてコーヒー飲みに行きたいと思います。ついに、ついに、ついにですよ。それでは行きましょう。やばい、一週間ぶりに外の空気吸いますね。やばいね、新宿のど真ん中なんだけども、早速ハンバーガーを食べに行きます。やばいやばい、ここに泊まってました、このホテル。やばい。